アレクサンドロス一世は、エピロス王である。エピロス王ネオプトレモス一世の息子として生まれた。姉オルンティアスは、マケドニア王ピリッポス二世の日であり、アレクサンドロス一世は、アレクサンドロス大王のおじにあたる。若年時に、ピリッポス二世の宮廷で育ち、ギリシャ風の生活を好んだ。20歳の時、ピリッポス二世は、アレクサンドロスのおじ、アリュバスを範囲し、 アレクサンドロスをエピロス王位につけた。紀元前337年、姉オリンピアスは夫ピリッポス2世により追放された。オリンピアスは弟アレクサンドロスの元に戻り、弟にピリッポスと戦うよう説得した。しかし、アレクサンドロスはこれを拒否し、ピリッポスとオリンピアスとの間の娘で名にあたるクレオパトラと結婚することにより、ピリッポスと 再び同盟を結んだ。しかし、その結婚式の場で、ピリポスはパウサニアスにより殺害された。紀元前334年、アレクサンドロス一世は、ギリシャの植民地ターレスからの要請により、ルカニア人やブルッティ人と戦うため、イタリアに向かった。パエストゥム近郊で、サムニウム人やルカニア人に勝利した後、紀元前332年にアレクサンドロスは、 ローマ人と条約を結んだ。さらに、アレクサンドロスは、ルカニア人から、ヘラクレアを、ブルッティ人からテリナ及びシポントムの町を奪った。しかし、亡命ルカニア人の裏切りにより、アレクサンドロスは、パンドシアの戦いにおいて不利な状況に追い込まれ、ルカニア人に暗殺された。アレクサンドロスは、ヒクレオパトラとの間に息子ネオプトレモス2世と娘、カドメアを設けた。 ありがとうございます。